こんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて何でもランキングです今回は住みやすそうな都道府県でございますさてどんな都道府県がランクにするんでしょうか第3位から申し上げます第3位はなんと住みやすいんですか 北海道です。はい。あんなに雪が降って大変なのに、雪下ろしとか。北海道が選ばれてます。ねえ。住みやすいですか住みたいじゃないですか住みたいけど住みやすくないでしょうちょっとおかしいな。まあいいや。はい。次行きましょう。第2位は、神奈川県です。 神奈川県といえば、港未来、鎌倉、箱根、名所が結構あります。その割には家賃が安い。確かに住みやすい。はい。確かに住みやすい。では、第1位は、東京都ですはい、東京都便利便利いろんな町 もう東京には街が乱立しています。はい。田舎では街って言うと一つしかないことが多いですけれども、東京だと街って言っても、は、は、はってなっちゃいますね。どこ、どこってなっちゃいますね。もう街ばっかりなんでね。はい。まあ、私の思うにはですよ、東京の都心はもう家賃高いじゃないですか。東京から、東京都内で郊外に住んで、東京都心に遊びに行くもよし。 または、関東の山奥に行って、もしくは、関東の海岸沿いに行って、山や海を楽しむもよしという、この交通の便をうまく利用した住む、住み、住み方が、東京都のいい住みやすさにつながっているんだと、私は思っております。はい。ということで、今回の配信は以上となります。 また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。